バスク系メキシコ人は完全または部分的にバスク人の祖先を持つメキシコ人もしくはメキシコに居住するバスク地方出身人物のことであるメキシコに住むヨーロッパ人の中で最も重要で最も数が多い集団の一つであり世界最大のバスク人のディアスポラの一つであるバスク系メキシコ人はメキシコの隅々で見つけることができるが特に チアパス州アリアーガ、ドゥランゴ州ドゥランゴ、タマウリパス州ヌエボラレド、ソノオーラ州アリスペ、ケレタロ州ベルナル、メキシコシティのナルバルテ地区などの都市や地域に多い。バスク人の祖先を持つメキシコ人の人口は定かではない。20世紀初頭のスペインからの移民により、バスク人コミュニティはその規模を拡大させている。1930年代に、 スペイン内戦が起こると、スペインバスクから1万人以上が難民として、メキシコやラテンアメリカに政治的亡命を果たした。メキシコはフランコが死去するまで、フランコ政府を容認しなかった国であり、フランコ政権に弾圧された、スペイン人の亡命先となった。ラサロカルデナス大統領は、スペイン人を約1万人受け入れ、メキシコに渡っていたホセアントニオアギーレーラバスク自治。 政府はメキシコでスペイン第二共和国の再建に尽力した。バスク系メキシコ人の大半はモンテレー、サルティーリョ、カマルゴなどの都市やハリスコ州、コリマ州、ドゥランゴ州、ヌエボレオン州、タマウリパス州、コアウイラ州などの州に集中している。バスク人はメキシコの工業にとって重要な存在であり、バスク人の多くは牧場経営者や カウボーイなどに従事し、残りはメキシコシティ、グアダラハラ、プエブラなどの大都市で小規模商店を主に従事している。今日のバハカリフォルニア州や近隣のソノーラ州、コアウイラ州でバスク語の聖であるアランブルサバラは最もよく知られた聖の一つであるメキシコシティのバスク料理店。ありがとうございます。